ゆめかです。ゆなです。アリアです。ゆこです。ゆらです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。はい、今日の企画は高速ポージング対決です。イエーイ。高速ポージング対決っていうのは30秒間でメトロノームが高速でバッタ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 ッとなるので、それに合わせてゆめかたちがこうみたいなね、ポージングして、でそれでも半目とか移動中とかちょっとね、ポーズとして成り立ってない時、これはアウトです。それでどれだけね、ちゃんとポーズとして成立しているかっていうのを競う対決です。それではやっていきましょう。せーの、どうぞ。いくよ、よーい、スタート。成功した枚数が18枚の
移動中とかがあって2位がめっちゃあったてか遅かったし、テンポじゃあどっちかが2位で、どっちかが1位です。まず1位と2位の枚数だけ言うね。はい、1位の人の成功した枚数が31です。すごい。2位が21。そうやもう絶対負けたこれは。いやいや、じゃあ1位の人の名前言う。はい、第1位はアリア。おお、さすがだよ、本当に。ありがとう。素晴らしい。じゃあ、20回さ。ちなみに、30秒でシャッターズ押してたじゃん。それで取れた数が51枚。51枚中、そう、ユナは11枚成功で、40枚は没。って感じです。これユイがね、めっちゃ言い訳したい。あなたのごめん、マジかせよ。ほんとにごめんなさい。シャッターは何も言ってないじゃん。じゃあマジで申し訳ない。ほんとに、この度はふざけました。はい。はい。申し訳ないじゃん。先生でも、あんなに早い撮影って、あんまりないからね。難しいので、あんな早いの。でも、かぶってるのは少なかったと思う、ひめかが。3枚ぐらいだと思う、多分。なんか落ち着いてて、さ、1枚1枚はっきり言ってた。すごい。早いと思ってないから落ち着けたの。聞こえないからこそも落ち着けた。私はブレブレだったよ、多分全部。いやでも面白かったし、でもなんかね、レイナちゃんがポージングしてるの初めて見たの。だからめっちゃ可愛かったね。そうそうそう、可愛かった。なんかシルエットがすごい綺麗だった。あ、難しかった。エコちゃんのポーズはもうなんていうの、姫かめっちゃ真似してる。なんかウェブで見て覚えたりとかして、ゆうなちゃんめっちゃふざけさせてくれるからね。ごめんなさい、全然いいよ。真剣だったらもしかしたらアリアちゃんよりも取れたかもしれない。真剣にやったら言い訳、言い訳ね、言い訳したくなっちゃうから。負けず嫌いだから、負けず嫌いだから、ゆうなちゃん負けず嫌いだから。でも楽しかったです。面白かったし、友達とでもできるよね。友達とポーズ、モデルごっこ、モデルごっこね。じゃあやってみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。